まあ、パフなんで気軽に行きたいと思いますけど、とりあえずなんか、受付にこれ置いてたと思うんですけど、この映画っていうのは実は、もう過去なんです。私にとったら過去って言ったらおかしい感じなんですけど、去年の、春先に、実はその働いてた会社は辞めました。辞め、うん、そうですね、まあもう耐えられないというか、自分でもしんどくなって、まあ、いてたらまあやばいやろうなと思ったんで辞めました。まあ辞めたのが大きかって、でそれで結局まあいろいろとしんどい面もあるんですけど、まあ楽になった面もあるかなと思って、でそこから1年以上経ったんですけど、随分自分の中で考え方が変わりました。でこの映画に関して、その出てる私の部分ですね、私に関して言えば、否定はしませんが、嘘です嘘というか、なんか歯切れ悪いというか、いわゆる甘えてるったんですよね、まだまだ、うん、そのどっか自分の中のホモフォビックな部分を持ちながら、でもそれを隠しながら、でもそれを見つけられたくない、それを暴かれたくない、うん、でどっかに甘えておきたい、なんかいろんな人に甘えてますよね、うん、いろんなところに甘えていって、でそれでそこでなんかこうペタッとくっついた五番ダメのような、なんとも言えん、うん、生き方をしてたなというか、すごい甘えた生き方してたなっていうふうには思いますね、今から思えば。別にそれでそういう時期もあるんで、それはまたそれ大切なんかなと思いますけど、いわゆるその本当に自分らしく生きるって何なんだろうなって思ったら、すごいしんどいことだなというふうな改めて今思ってますけど、でこのレジュメちょっと書かせてもらったんですけど、まあ読んでもらったら分かるように、かなりきついこと書いてます。本当に生きるって何なのですかって、うん、本当に考えて生きてますかねっていうようなことを最近思うんで、ちょっと書かせてもらいました。でまあね、だから結局権利と義務の話なんですけど、権利ばっかり主張してもね、あかんだろうし、義務の話もあるんで、そこら辺の本当に自分が自分らしく生きたいって思った時に、本当にだからそれを言えますか。そのトランスだけの話で、トランスの場合だからその表面上確かに違って社会に出ていかなきゃいけないんで、すごくいきなりしんどいことになると思うんですけども、うん、それを本当にこの映画の時っていうのはまだなんか中途半端ですよね。やっと最近なんか自分で、あもういいやって言えるようになったのかなって思いますね、うん、本当にだから、うん、やっとこれで生きていっていいようないうふうな感じですかね。何年かかったのかな、5、6年、足掛け6年ぐらいかかりました、うん、まあまあそういうことですよね。この一番最初にだから生きる権利と生きる義務っていうのはそういうふうなことで、やっと、うん、社会の中で生きていっていいよなって、うん、生かしてもらえるよなっていう感じですかね、には思いますかね。今だからそういうふうに今思ってますかね、うん、だから自分らしく生きるってこういうふうに生きたいからって、それを、無茶なことっていうか、まあいわゆるその自分勝手なこととは違うんだっていう、そこの微妙なラインが少しずつ分かってきたっていうような気はしますね。でその下にそのもう一つ書き加えたのは、その人権についてってことなんですけども、まあ、人権って言葉がね、その関西と関東ではね、だいぶ温度差があるというか、違うっていうのは、まあまあ、島田君からも聞いてたとかして、まあそうなんだなっていうのは分かってるんですけども、うん、これちょっとまあきついことを書いてますよね、確かにね。本当にだから人権って何なのかなっていうふうに思うんですよね。うん、
先日ちょっとまあまああのあるセミナーがあって、まあちょっとそのプロの人を相手に喋ったんですけども、うん、まあ、あの人事関係の会社でた人事関係の人たちというか、まあまあキャリアコンサルタントとか、でそこでいわゆるそのセクシャリティとかそのジェンダーの話をしたんですよね。そういう人の受け入れの話をした、ダイバーシティ的な発想での受け入れの話をしたんですね。で、ある、まあ、私と同じぐらい、私と同じぐらいで私分からないですけど、私今年55なんですけど、ぐらいの男の方が、人事の方ですよね、一言言い張ったのが、大丈夫、うん、私のとこはそういうこと一切言わせないから。分かります？ある人事担当の方が、大丈夫、私のとこは一切そういうことは言わさないから、大丈夫って言われたんです。あの私がレクチャーした後ですよ。これが人権感覚ですよね、うん、でそれで20人ぐらいいてたんですけど、気づいたのは数人の人ですよ。私は今オーバーに言ったから分かると思いますけど、うん、だからだからここに改めて書いたんですよね。保護や思いやれや優しさっていうのは本当にその人のためにならないですよ。ね、そういうことなんですよ。私が今言いたいのは。だから人権っていう言葉を使ってごまかしてほしくないんですよ。うん。だからその去年私仕事辞めたと言いましたけど。まあ、辞めた時の話はね、ちょっと YouTube に載せてもらったりしてたんですけど、一番ひどかったのは、まあ、あの島田君もその時おったんですけど、まあ、電話しますよね、あれ見て、で、面接の日程聞いて、で、日程まで、時間まで決まって、で、その後に、まあ、言っとかなあかんかなと思って、まあ、分かりやすいの、性同一性障害なんですけども、って言った途端に、あ、すみません、ちょっと待ってくださいなって。んで、あ、変わりましたって。申し訳ございません、今、締め切りましたって言われました。うん。だから、結局、その、ね、そういうことをやっておきながら人権って言ってるわけですよね。人権って一体何なんだろうっていうことですよね。うん。そこのところを、で、私はだから気づいたんですけど、私の中にもあるよなと思って、その人を差別したりとかいう、ね、そのこの映画の中にもあったけど、ホモフィアでしたっていうのは実際そうですよね。女性やなんてそんなも考えられへんかったし、自分がだからその、ね、こういう女性に役割をするのも考えられへんかった。でもそれは自分が知らしたときに自分が自分で嫌になったんです。でもそれを払拭するのには、ね、本当に容易なことじゃなかったし、だこの映画に出てる時もだからまだどっかで、完全に自分を受け入れてなかったですよねと思います。うん。やっとそれを言えるようになったんで、なんか今日はすごく意義があるなと思ってるんですけど、自分の中だけですけど、これ今まで何回も上映立ち会ってトークさせてもらったんですけど、どうもねこの映画ね見てんだけどね、気持ち悪いというかね、なんか自分のところだけですよ、他の人連れとか別としてね、なんかね なんか言いたいんだけど言われへんかって、なんか分からへんかって、やっとなんか別に否定はしてないんですよ、これはもう自分なんですけど、でもそれでもやっとそのうん、なんかそれを言えるかなと、なりましたね。で、そういう意味で、その、今だから多様性っていうふうに皆さんにね、よく言葉出てきたりとか、多様性を受け入れてほしいとかね、同性婚認めろとかね、言って、なんかそんな話もありますけど、まあそれはいいと思うんです。そういうふうに言っていくことは確かにいいと思うんです。ただ、一つ私が言いたいのは、その、本当に自分がそれを言えますかっていうことですね。うん。その今の私を受け入れてくださいって、本当にあなた自身が今のあなたを受け入れてますか。うん。で、そこまでえぐる必要ないと思いますよ。えぐる必要ないし、そこまで自分が心情にする必要ないと思いますけど、
でもどっかで少しずつぐらいは本当に今それを自分がしてますかってどっかで問い直してみてもいいのかなっていうふうな気はします。うん、いろんな意味で。うん、だからもちろんなんかそんなしんどいことする必要もないし、しんどいことしたくないからっていう人はそれで別に私は否定しないし、そういう人生もありだと思います。でここに書いてあるように、別にそういうことを、ね、否定もしないし、うん、それはそれでいいんですけど、でも私は自分でこの10年間ぐらい自分なりに自分を追い詰めて、うん、追い詰めてきてやっと良かったかな。まあ確かにいろんな意味でボロボロです今。いろんな意味でボロボロだし、うん、先行きに見えるかって見えないし、それはそうですけど、でも精神的にはすごく楽だし、それを やってきたおかげで今やっとなんか、うん、もしだからここで終わりって言われてもいいような気がしてるんで、うん、そういう意味ではだからこの10年間っていうのは良かったかなっていうふうには自分で納得してますね。だからあとはこれをいかに伝えていけるのかというふうな気で今いてます。でまあそこに一度ビラとかなんか置かせてもらってたんですけど、こういうふうなハガキサイズの冊子も置かせてもらってるんですけど、うちコミュニケーションっていう団体を立ち上げました。というか私一人しかいないんですけど、一人というか一人ちょっと手伝ってくれてこうやってなんかいてるだけなんで、まるっきり一人でやってるんですけども、でなんでうちコミュニケーションかっていうと、うちというのは、まあ、魔女とそれから、変わる変化っていう意味があるんで、でまあそういう魔女的な発想というか、まあ自分が魔女かどうかは別問題としてそんなんでうちコミュニケーションってつけて、私は性とかいわゆるそのセックスっていうのはコミュニケーションだと思ってるんで、そういうのをテーマにしていろんなその講演とかセミナーをやっていきたいなと思ってるんで、そこら辺をもう少し話していけたらいいなと思ってるので、もし何か興味がある方がいらっしゃいましたらまた声かけしていただければと思いますので、受付に置いてますので、もしよかったら持って帰っていただいてお配りしていただければと思います。それは以上宣伝なんで、であと最後に、3ページ目にその権利っていうことでちょっと指摘に書かせてもらったんですけど、私はなんか権利とはあるべきものであって自ら使うものではないと、義務とは大人ものでほぐしないものである、権利は振り回すものでもなく、盾にするものでもないというふうに思ってます。自ら権利は備わってるけど、それを権利だと言って振り回したりとかした途端にそれを権利でも何でもなくなるんじゃないかなと思ってます。うん、だから自分の中に確かに人権はあるんだと思います。で他の権利もあると思います。でもそれはあるべきものであって、自分から自ら使ったり言ったりするのではないのかなっていうのが今の私の到達した感想です。まあそういうのでちょっとこういうふうに書かせていただきました。まあまあこれについてはね、まあ確かにいろんな意味で異論とか反面があると思いますけど、まあそこら辺また後で聞かせていただければなと思います。すみません、ちょっと以上最初に喋らせていただきましたというような感じで、あとはなんかまたそこに待ち構えてる人がいてるんで一緒にトークしたいと思いますんでお願いします。ここでいいの？で3人に何をされないでしょう。カメラから出ないでした。非常に怖いんですけど、いかがでした今の聞いて。まあ、あるよね。あるよね、一言か。なんか信じていた。いや僕はなんか、ああこう来たかと思って、なんか結構対決して取ってるんで、ああ今度こう来たら次自分どうしようかなって、次取りに行くと攻めるようになるかなと思いながら聞いたんですけど、面白いなって、ますます面白いなって思って。面白がってるんですね。面白がってますね。あ、そうそう、この人ね、そうですね、はい、何なんだ、たまにね、何その面白がる姿勢はって思うこっちが真剣に話してるのになんかすごい喜んでるのね
そこがね、なんかね、ムカつきはせんねんけど、なんだこれ、私は一生懸命これぐーっ絞り出してんのに、カメラの構えて向こうでなんかすごく楽しそうにしてるのよ。それはね、感じるから。まあまあね、そう、あ、まあ、なんかもう、あ、そういう人やなっていうのはもう分かったんでね。それはいいんですけどね。そうですね、と言いながら。どうですか？ああ、そうかって思う。そうか、でも何がそうか。なんか、ちょっとね。私は、強くなくてもいいと思うっていうか、強いとか弱いとか、あの趣旨を全部掴めてないのかもしれないけど、だから何なんだろうね、なんか最近思うのは、あまりだからその権利ばっかり主張するやつと見過ぎてきたのかなというか、だから認めろ言わない、なんか言ってて、お前そんなに自分で認めてんのかって言いたくなる。あ、それはすごいわかる。わかりますとか言っていいのかな、わかんないけど、その、ここでは踏んどいて、おいっていうことに対する嫌悪っていうのは私もすっごいあるんです。なんか、そこら辺をちょっと言いたかったかなっていうふうな気はしてるんですけど、そこら辺言いたかった違うのって言われたら、なんかまあ、また勘違いしたら、どう思ってたの？よくわかんない、またかい、いつくらいこれとか、あのなんかその言葉でこう概念、抽象的概念で言われても、それが具体的な何かに移り変わった時に移してて面白いから、なんか一番だからなんかね、そう、なんかさっき一例挙げたけど、その人事の担当の前の人の一言がね、なんかすごい物語ってたかなとは思うんですよね。私はなんかその自分がそれを言うならば、自分がすごい自分を律して、その自分が辛いっていうためには自分をすごい律して、その人がすごい強い人でなければ辛いって言っちゃいけないっていう意味なのかなと思ったから、強いんじゃなくて、確かに自分を律せなあかんねんけど、その律するっていうか、だから自分の中でちょっと自分をこう見て、なんか自分を見つめる作業は必要やと思うんですよね。だからマイノリティっていうか、だからそういう立場に置かれることっていうのは、ある意味それをできるチャンスかなっていうふうに思うんですよね。だからそれするしないは別問題ですよね。そういう診療をするしないは別問題として、それをするチャンスかなっていうふうに捉えた時に、それをすることでなんかこう なんかこう自分の中でこうすっきりするものが出てくるのかなっていうふうな気はしたんですよね。それはすごい分かるというか、多分私たちが属性が全然違うのに、すごい共通で、だからなんかこう、その自分の中でそんな染み込んだ方みたいな部分はあるんですよ。特に私って関西出身だし、その確かにその小さい頃から次の映画のことってついちゃうとあれなんですけど、その本当に部落のことっていうのは、親からずっと言われ続けてきたんですしね。で、そのあそこ行ったらダメとか、あそこのこと遊んでダメとかね、いうようなこともずっと言われてきてたりとか、そういう染み込んだものってあるんですよね。それとかその、いわゆるその同性愛とかに関しても、安易になんかこう、そういう汚いものを見たらダメってなんか言われたような記憶はあるし、なんかセックスイコール汚いっていうイメージをなんかすごく植え付けられてないような気、私はですね、私はあるんで、だからそこを自分がそれを別にそれをどうのこうのっていう前に、私は自分でそのあえてそこそのなんか私の場合で変なんです。だからそういう人とかそういうことをまるっきり知らずに、もう男でいてるのが嫌であったから、とりあえずスカート履きたい、女の格好したいって言って、でそこで初めてそういう自分が何してんのかに気ぃついたわけですよね。
うん、でそこからなん でそこで聞いてた途端、うわ自分なんてことしてんのってなってしまったんですよね、うん、でそのなんてことしてもって思った瞬間、自分がしてることを自分が受け入れられへんかったんです。だからちょっとなんだろう、あのいわゆるね、なんかトランスの仕方というかなんか順序があるのかも分からへんけど、だからコミュニ既存のコミュニティの場に行って そういう場合はこうすればいいのよっていうアドバイスを全然受けず、一人で勝手にやってたみたいな、ね、そう一人で勝手にやってた感じなんですね、最初がね、最初ね、そうそうそう、うん、それでびっくりしたの僕、うん、一人で勝手に、一人でなんか特に情報を得ずともこうなるこういう感じになんか自分を解釈する人いるんだって、だから取りに行って最初面白かったから、そういうなんかどっかに行ったら聞けるような言葉を全然喋らない人、言葉を知らないっていうか、だから逆に生の感情がその言葉に向かっていて、だからすごい取りながらどんどんこの人面白い面白いって思った。僕は他で結構活動の場によく出入りしてるので、そこで使われる言葉にはもうなんかヘキヘキしてるっていうか、ちょっとあパターンとかって見ちゃうんですけど、全然そこにはまらないけど同じことを言っているっていうのがすごい面白くて、だからまたあやさんがなんかそのあ今度は言葉でそれをまた今の自分とかをか、また解析し始めてる時期が、解析し始めてる時期という、いろいろ時期が、そうね、私ってなんかおかしいよね、おかしいよねっていうね、なんかねおかしいよねって思ってる、なんか時期があるね、確かにね、そうそう、今はこの時期なんだな、この時期だなと思って、あそう、あよかった